Hello, people. This is a continuation of Kill a Kill If. Please enjoy. アークシステムワークストリガー A プラスゲームズアフロフレームワークキルラキルザゲームイフゲームスタート。ストーリーモード、サツキの指揮により三手に分かれた修学旅団、それを率いるのはガマゴーリ、ジャクズレ、サナゲヤマ。解散総選挙および当主頂上決戦を経て仕上がった極制服の実戦投入により、三都制圧修学旅行は順調に進行し、ついに本能寺学園の全国学園支配が完成するのであった。裸の猿どもは出てこなかったか。拠点と思われる場所を襲撃しましたが、すでにもぬけの殻でした。本能寺学園の全員に告げる。我々は全国学園支配を完遂した。今日はその宴である。大いにのみ喰らい、貴龍院をたたえたまえ。本能寺学園大文化体育祭の開催である。諸君、お待たせした。最高の敬意をもってお迎えしよう。この学園の創始者、貴龍院ラギョー理事長である。諸君らに問おう。世界とは何か。世界とは服である。生命繊維こそがこの世界の支配者だ。この私、貴龍院ラギョーはその意志を知り、その意志を実行する。本能寺学園はそのために作られた。力なき者はその礎となる。それだけでも光栄と思いたまえ。服を着た豚が服に食われる日が来たということです。さあ、祝祭の始まりだ。何のつもりだ、サツキ。演説はそこまでだ、理事長。あらら、大変なことになってる。今、この時より
クリューインが来た本能寺学園はあなたに反旗を翻す。私の座を奪うつもりか。いや違う、人は服のために生きるのではない。このキリュウインサツキ、生命繊維打倒のために立ち上がる。本能寺学園は貴様を倒すために作った私の城だ。覚えておけ、キリュウインラーゲオ。いざ尋常に決闘開始。いけ、カウンターヒット。カウンターヒット。決意表明演説開始。聞くがいい、愚かな人間よ。生命繊維こそ世界の支配。貴様のような力なき者はその礎となる。光栄に思うか。引き分け終了。この程度、トライだ。まだ終わった。カウンターヒット。服が汚れた。決意表明演説開始。くっ、支配者気取りの愚か者よ。我々は貴様ら生命繊維を打倒し人類を解放する。我が宿願果たさせてもらう。引き分け終了。まだ終わらない。カウンターヒット。まだまだまだカウンターヒット。カウンターヒット。まだまだ捕らえた。終わった。ああ、まさかライギョウ様が倒されるなんて。サツキちゃん、やる。ハリメヌイ、すぐに貴様も後を追うことになる。やだ、サツキちゃんたら怖い。サツキ様、あとは我々が。下がれ。お前らではまだグランクチュリエは荷が重い。さあさあ、君たちは役立たずってこと。あ、でも僕の役には立つかもね。貴様、何をした。あれ、サツキちゃんが慌てるなんて珍しい。この子たちってそんなに大切だった。答えろ。何をしたと問うている。ちょっと脳を僕のしつけ糸で縫い付けただけ。精神狩り縫いって言うんだよ。精神狩り縫いだと。さあ、こんな風に僕の味方になってくれるってわけ。さあ君たち、サツキちゃんをやっつけちゃえ。
ざ尋常に決闘開始。捕らえた。カウンターヒット。サツキ様、申し訳ございません。私にサツキ様を攻撃させるなんて許せない。極制服を侵食し、対象の脳を生命繊維で縛り上げるか。恐るべき力だ。だが所詮はしつけいと。この程度で我が四天王を縛れると思うな。ほんと、四人がかりでも負けるほど弱いなんて想定外だよ。貴様、それ以上の侮辱は許さん。裸の豚は邪魔せず、おとなしくしててね。貴様、四天王だかなんだか知らないけど、所詮はサツキちゃんの道楽ってことね。ちょっと待った。マトイ流行ハリネヌイ、どういうことだ。どうしてお前が肩立ちバサミを持っている。そう、君のハサミの半分、君のお父さんから僕がもらったの。まさか貴様。うん、僕だよ。君のお父さんを殺したのは。答えろ、なぜ父さんを殺した。怒った顔も素敵よ、リュウコちゃん。でも少しがっかり。お父さんの方がよっぽど手強かったわ。何だと。この程度でお父さんの仇を取るつもり。無理無理。言わせておけば。よせ、マトイ流行、そのままでは生命繊維の破壊衝動に飲み込まれるぞ。邪魔だ、どけ。ハリメヌイとキリュウインサツキ、二人とも私が倒してやる。その後で全部話してもらうからな。
いいね、リュウコちゃん。楽しくなってきた。仕方あるまい。せめて人の形をしているうちに仕留めてやろう。いざ尋常に決闘開始。捕らえた。Hope you all enjoyed the video. Please like, share, and subscribe.